川尻春雪の墓、川尻春雪文化十二年十二月二十二日は、江戸時代後期の旗本。署名は行く、後に春、あるいは春雪に改める。通称は神五郎。妻は石川校長の娘。関東は、日後守る、後に、四季武将優。春雪の演奏は、織田信長の家臣であった、川尻秀高で、旗本川尻家はその次男の賃業が、 江戸幕府に仕えたのに始まる。安永元年に旗本である父、川尻鎮、久しの後を継ぐ。久保畜水について、学を納め、蓄水の学ぶよう正義に補充を加えた。三歩川尻育とあるのは、春雪のことである。後に、林や家熟にも学んだ。天明二年、江戸城西丸何度番となり、天明六年本丸何度番となる。完成四年、 新州中野大官となる。完成7年、初代山と五条大官となる。文化4年10月24日、本丸南度頭県環状銀味役より、村垣貞幸と共に、松前奉行に任命された。加えて、廃止となった函館奉行時代より、戸川康四郎、畑西洋が引き続き奉行となり、4名体制で、発足した。大路政策では思い切った施策を権限した。 文化6年7月、西丸持ち弓頭となる。文化12年12月22日役所にてて61歳で死去した。その異文は、林屋塾へ入門の際川尻が、紹介者となり、松前奉行の際にも川尻が飛んでんで協力を、仰いだ八王子仙人同心組頭の塩の敵彩が、遺族に頼まれて修正し、制作肥後高遺構として編まれた。装置は、 菩大寺の久惨な理事で、墓所も現存する。ありがとうございます。